0時です。この世には聞くだけでは信じられないことがある。例えばモーゼが民を率いて海を割った話、キリストが水をワインに変えた話。真実は定かではないが、私はこれだけは断言できる。友人が巨乳人妻二人に逆難されてラブホテルへ行ったという武勇伝、これは間違いなく創作だと。玄徳橋のテメオコ、今夜も始まります。皆さんこんばんは。始まりました、剣道小林のてめおこでございます。どうも剣道小林です。これを聞いてるお子様をお持ちの、お父様お母様、息子の今何をしてるでしょうね。皆さんの息子はガラッと扉を開けてみてください。もしかしたら手で目を起こしてるかもしれないです。娘さんたちが注意してやってくださいね。そういう時はてめえ何してんだと、一言注意してください。というわけで今回の、てめおこポエムはラジオネームオレンジローゼンクロイツからいただきました。友人がね、巨乳一妻二人に逆難されてラブホテルへ行ったというのを聞かされて怒りのあまり投稿してきたようですけども、こういうのね、追求するとあまり良くないんですよね。僕がね、高校時代に隣のクラスでね、入院してる時に看護婦とやったって言いふらしたやつがいまして、そいつらも全員、このね、4クラス分ぐらいの男子集まって全員で詰めたことありますからね。あまりにも悔しくて。結局、それも真実かな、どうか、こう定かではない、結局解明できなかったんですけど、なんとなくそいつ、ハブにされるみたいなことありましたからね。あんまりね、こういう続きは良くないんですよ。まあしかし確かにね、巨乳人妻二人とラブホテルっていうのはまあ夢ですよね。まあ実際僕もいろいろね、性交渉、性行為なんてことはね、重ねてきましたけど、未だにないのがやっぱこう女性二人と、まあいわゆるこう、3P ってやつですか。これはね、まあ、人類的にも永遠の夢なんですけどね。まあ、実際でもしたっていうやつはね、結構世の中におるはずなんですよ、これ。女の子二人と。どうやってやってんねんと。ね。まあ、昔関西の方のですね、サンテレビというね、まあ、いわゆる UHF 局があるんだけど、そこだけで流れる CM で、おっさんがね、妙に女の子二人にモテてて、最後なんか、ラブホテルの前みたいなところで、持つかなーみたいな月水 CM あったんですけど、BPO 何見ててんみたいなね。勢力世界観の CM やと思うんですけど、持つかなーみたいな言うて、ニコッとしてラブホテルに向かう瞬間でこう、パッと CM 終わるみたいな。もしかして未だにやってるかもしれないですけどね。まあ未だにね、関西帰った時たまにテレビ回したら確認できるのはね、なんかゴルフの打ちっぱなしみたいなところでね、ピン、ピンのズボン履いたおっさんがね、いや、最近女房も機嫌が良くてね、みたいなんで、ピンピンのズボンをパツパツの履いてね、もう股間がかなりこんもりした状態で、いやー、女房が機嫌良くてね、って打ちっぱなしでら、ゴルフの、それも精力剤の CM なんですけども、ぜひね、関西のそういうゲスゲス CM をね、皆さんなんとか、今ならね、動画サイトとかで見れるかもしれないんでね、探して、見ていただけたら幸いなんですけども。ね、まあ相変わらず僕もそういうね、こう、お盛んさが取れないというか、まあ昨日の夜もですね、
ちょっと渋谷に24時間やってる、アダルト DVD ショップがありましてですね、ひっそりとしたところに、そのすぐ近くにですね、バイクを30分以内の駐輪ならば無料ですというね、夢のような駐輪場がありまして、まあそこに止めるんですけどね、そこにバイクを止めて、まあ2時ぐらいですかね、夜中。まあ AV を何本かこう、ピックアップして、まあいわゆるホール的なものを、まあ1週間想定してね、まあ気分的に4回は使えるので4個ほど買っといてですね、まあ週1回は行ってるんですけど、そこに。まあいろいろ AV 見てても、まああの多彩なね、ラインナップがあって、どれにしようかなとか、まあなんだかんだでね、まあ、2本ほど購入して、帰ったんですけども、バイク駐輪場に行くとですね、お金が請求されてました。ということはやっぱ俺30分以上悩んでたんやっていうね。いつまで悩んどんねんと思いますけど。まあどういうね、今後、AV を見ていこうかっていう、最近ね、もう僕、ちょっと、またね、女優に戻ろうかなと思ってるんですけどね、最近はちょっと企画ものばっかり見てまして、やっぱり、あ、なんか俺と同い年ぐらいのやつが作ってるんじゃないのかな、みたいなね。月刊マガジン、月刊チャンピオン系の AV が増えてきて、透明人間になったり、時間止めたりとか、自分がちっちゃくなったりとかですね。女の子が突然言うこと聞くスイッチがあったりとかですね。最近そういうシリーズがね、非常に増えてきてて、あ、負けてられへんな、みたいな。同世代頑張っとんなっていう。いざ蓋開けてみたらだいぶおっさんかもしれないですけどね。まあそういうのもね、ちょっと最近楽しんでますんで、ぜひ皆さん、僕の最近大好きなね、時間を止めるシリーズと、屋台シリーズをね、見てほしいです。屋台でホットドッグ売ってるんですけどね、その、下でいたずらされてるっていうやつなんですけど。その作品の大部分が引きの絵っていうやつなんで、ね、ちょっとね、抜きには値、しにくいかもしれないですけど、まあ僕は十分なんですけど、それで、ぜひ皆さんご鑑賞ください。それではこの剣道小林の手目横ではですね、皆様からのメッセージをお待ちしております。手目横メールアドレス発表しておきましょう。 temeoko@tbs.co.jp 手目横@tbs.co.jp まで。それではお待ちかね、 CM タイム。剣道小林のてめおこ。さあ、というわけで剣道小林のてめおこ、バリバリにやっておりますけどもですね。あ、そういやね、おとといぐらいですかね。ちょっとね、久々にちょっと RG と飲みまして、まあ、ムーディーとね、あと一人先輩とちょっと酒飲みに行ってたんですけども、ムーディーがですね、実はこの間ちょっと結構可愛い女の子二人と知り合いになりまして、なんやとちょっと今から呼んでみましょうか、みたいなね。お、呼んでみよう、呼んでみようっていう話になりまして。どうせ呼ぶんやったら女の子呼ぶんやったらちょっとなんか面白い感じにしたいから、ちょっと RG に連絡して、めっちゃ RG に会いたがってる女の子二人おるいて呼ぼうや。もう単なるね、意地悪ですけども。RG に連絡して、あ、行きます、あ、行きます、言うてね。すぐさまバイクで駆けて、女の子より先に駆けつけてきたんですけども。で、まあ、RG、まあ、もちろん上機嫌なわけですよ。RG が一人でバイクでやってきてね、熱いお茶をお願いしますと。僕ちょっとバイクなんでと。で、お茶が運ばれてきて、お茶ですって言ったら、おーい、お茶と。まあ、そういうね、ずーっとやってたんですけど、まあ、前この、てめ横でもやってもらった歌舞伎あるある。歌舞伎あるあるをね、まあ、かなりの頻度で繰り出しまして、RG が。で、まあ、歌舞伎あるあるでね、正直女の子二人が笑ってなかったんですよ。で、おかしいな、RG。この頃 RG のこと好きや言うてんのに。わかりました。じゃあ、歌舞伎あるある、しかもチャチャチャっていうのはね、今の若い女の子に通用しないかもしれないんで、曲をどんどん変えていきますと。で、何でもいいからあるある言わせてください。おしぼりでもいいです。お酒でもいいです。冷ややっこでもいいです。なんか振ってください。ほんなら、違う曲でどんどん行きますってことでね、それがかなりね、
完成度の低さで笑いを取るというね。完成度の低さで笑いを取っていくという。まあ、曲のラインナップではね、バービーボーイズの泣いたままでリスントゥーミーとかですね。どの道、歌舞伎、あるあるって言ってましたけど。そこだけはおもろいんですけどね。あるあるのクオリティが低いというか、曲の合わせ方がそっからグダグダなるというかね。目を閉じておいでよで、目を閉じておいでよの、何やったかな、手羽先あるあるなんてのがね、一回だけ大爆笑取っただけで。あと、椎名林檎の幸福論で、レモンサワーあるあるっていうのは途中でやめましたからね。すいません、当てはまりません、みたいな。完成度の低さで笑い取っていった挙句、最後その女の子にはね、内緒にしてたんです。RG が好きということで、来てくれっていうことを伝え忘れててですね。で、最後、まあ RG もだいぶ頑張って、で、今日どうしましょうか、みたいな話になって、女の子に、あ、しまった、伝えるの忘れてた、みたいな感じになって。あ、そうやねんな。RG のこと好きやねん、なえた。はぁって言ってる。全然ノリが伝わらず。そんなにブチギレんでやろよ、ぐらい。RG が好きというキャラ設定しただけでブチギレて変えるっていう。どんなに嫌やねんっていう。ちょっとね、RG にはね、詫びの意味も込めて、そしてその完成度の低いね、新ネタ披露も込めてね、また、てめ横にぜひ、来ていただきたいなと。思っております。さあ、それではね、ちょっとコーナーの方行ってみましょうか。じゃあ、コーナー、こちら!セーラマスのコーナーということで、言いがかりの女王でおなじみ、セーラマスさん、アルテーシアさんのですね、数々の言いがかりを紹介していきましょう。行きましょう。ラジオネーム、スタープラチナザ橋本。無駄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 だなんてそんな不良みたいな口の利き方をやめなさい。それに何ですか、このいい天気なのに男の子なら外へ出て遊びなさい、この軟弱者と、セイラさんは思い切りビンタを食らわせて無理やり男を外へ引っ張っていきました。これは結果的にセイラさんが世界を救ったみたいな話になりますからね。セイラさんに引っ張られて出て行った男が、このディオが、このディオがって言いながら崩れていってますからね、これ。さあ行きましょう。続きまして、ラジオネーム島福。セーラさんが病院で診察を受けていました。お医者さんが、タバコとか吸ったりします？と質問したので、セーラさんは、あなた、私にタバコを吸えと言ってるの。絶対そうね。そんな不良みたいな口の利き方をやめなさいと言いがかりに近い文句を言って、お客さんにビンタをしていました。セーラさん、ねえ、やっぱりどう何回見てもね、アムロには甘いんですよね。やっぱ単にこう、ちょっとクリンとした可愛い男の子が好きなんじゃないかな、みたいな。ヒヒヒってね、こう、カイシデンが笑っただけで、嫌な笑い方、みたいな独り言言うたりするんです。何なんでしょうね。そんからアムロが弱気なね。まさに軟弱者ということをね。こんなことで勝てるんですかみたいな。あなたならやれるわ、アムロって言うんですよ。モニターまで使ってわざわざ通信してきてですよ。こんなの、大丈夫なのかみたいな。あなたならやれるわ、ブニョンって言うてね、こう、無線入れてきて。なのに、カイシデンがね、笑っただけで、嫌な笑い方。ひどいんですよね、セーラさん。やっぱ、ええとこのお嬢さんちゅうのはね、そう、ちょっとあるんですかね。行きましょう。ラジオネーム、堀北巻場王。撃墜されている、ボールやジムを見ながら、あなたたち、時間稼ぎにもならなくて、この軟弱者と言ってました。ボールをね、振り当てられた兵士の気持ちも考えてないですよ、セーラさん。もともと採掘用作業ロボットですからね、あれ。コロニー建設用の工事ロボットですから、ボールは。こちら、ラジオネーム、佐田吉作家志望。
紅葉を見ていたセーラーマスさんが、ちょっと寒くなったくらいで何を赤くなってるんです、この軟着物と言ってました。セーラーさん、とうとう自然にまで、季節にまで、四季にまで、文句言い出しました。ラジオネーム、味噌塗りランドセル。サラリーマンが公園でパンの耳をちぎって地面に投げているのを見たセーラさんが、そのパンの耳を食べていた鳩に向かって、はしたない間にやめなさいと、鳩を追っ払ってました。行きましょう。ラジオネーム、島福。セーラさんがタクシーに乗っていました。赤信号で止まったタクシーの運転手に対して、どうしたの？赤信号だから止まりましたですって。あれは赤信号なんかじゃない。あれはザクのメインカメラよ。止まってはダメ。突っ切りなさい、この軟着者と、赤信号を無視させていました。セーラさん、タクシー乗ってた時は私服ですから、襟立ててますからね。ラジオネーム、オレンジ人形たちとティータイム。合コンで王様ゲームやっている人たちのところにセーラさんが現れ、あなたたち、王家の苦労も知らないで好き勝手やって、王は独裁者ではないのです。そんな不良みたいなゲームやめなさいと言って、楽しい空気をぶち壊していきました。セーラさん、ほんと、口説くにはどうしたらいいのかっていうの一番難しいところですからね。どうやって口説くんでしょうね、セーラさんみたいな女。案外やっぱ力づくみたいな感じがいいと思うんですけど。革命ネーム、革命ネーム、オレンジ。セーラさんが北斗の拳の例のなんと水長拳を見て、あなた、男なのにシャオーとか、女性みたいな叫び声を上げるなんて、それでも武道家ですか、この軟弱者と言ってました。ユダ見たらどうなんねんと。ユダ見たらセーラさん何言い出すねんっていう話ですけどね。何より美しい。ラジオでもトヨタパクリコ。熊田陽子に、もうグラビアやめた方がいいですよ、と言ったり、昔の女優は枕営業してたと暴露する折原美香に対しセーラさんが、人を蹴落とすことばかり考えて自分が成長しようと思わないのですか、この軟弱者と叱責していました。俺にどうしてるんですかね、そういえば。心配なのが、あの後グラビア業界で生きていけてんのかと。上のもんには引退せえ、周りのもんには枕営業やってると。そんなむち芸人やったらもうそらソース感くらいいますからね、それ。生きてんのかなぁ、オリリン、うまく生き、まあ、オリリンのことやからね、平気な顔してやれてるとは思うんですけども。え、何ですかみたいな顔で。また、オリリンでも呼びたいですね。年内にでもね、一度来てくれたら嬉しいですけども。革命ネーム、オレンジ。デューク・サライエを見たセーラさんが、あなた、その不良みたいな歩き方やめなさいと言ってました。そうは見えへんでしょ、あれ、不良には。ウォーキングが。そうは見えないと思うんですが、まあ、セーラさんにとってはやっぱくねくねと動くのはね、あまりよろしくないようで。笑ってるだけでダメなんですか？嫌な笑い方。さあ、じゃあ、続いてのコーナーが、言いましょう。続いてのコーナー、こちら！落差選手権。これ先週言いました。あまりにもね、ラジオネームがひどい奴らが多いので、内容とどれだけギャップを出せるかと、いうことをテーマに、ちょっと送ってみてくれというんですか。落差選手権、ちょっと試しに読んでみましょう。こちら、いきます。後半45分。1対0で負けており、ロスタイムに突入し、夢にまで見た全国大会を諦め始めましたが、キャプテンの諦めるな、最後まで諦めるなと選手たちにシッターをして、コーナーキックへ、そこから私のヘディングが決まり1対1に。そしてホイッスルが鳴り、試合は延長、延長でも試合が決まらず PK 戦へ。最後のキッカーだった私はキャプテンに、力むな、いつものお前なら決めれると言ってもらいました。
結果私たちのチームは初の全国へ。亡き顧問先生、私たちはやりました。天国で見ててくれますか。ラジオネーム意味なくデリヘル城チェンジ。意味のないチェンジをやれるやつはすごいですね。まあそもそも僕意味あるシーンでチェンジできたことがない、俺こそがね軟弱者ですから。一回ホテルアイビスでねデリヘル読んだ時、本当にねあの筋肉マンのシシカバブーみたいなやつが来たことあったんですけど、チェンジ言えないんですよ僕そういう時でも。あどうぞって言ってね、その子自身がわ私でいいんですかみたいな、どんだけ今までこいつチェンジ食らってきてみたいな、愛おしなるぐらいのね。ただまあ頑張りガッツありましたけどね、やっぱり内容は。なんとか内容で取り返さなあかんというね。まあいいお店かもしれないですけども、チェンジはできないですね。続いていきましょう。親父は自分を含め姉と弟を残して家を出ていきました。当時自分は5歳でした。今考えるとお婿さんだったんでいろいろ大変だったんでしょう。母親も男を作って出ていきました。なので僕らはじいちゃんばあちゃんと暮らしてました。そんな中、自分が小学校に上がる直前に親父が僕らを迎えに来たんです。新しい奥さんと一緒に。その時奥さんは二十歳くらいでした。その若さで僕ら三人を引き取り、お腹に赤ちゃんもいました。あれから30数年、喧嘩もしたけど立派に育ててもらいました。今では孫もたくさんできていいおばあちゃんになっちゃいましたが、僕ら兄弟は本当に感謝してます。ラジオネームキュートなヒップにズッコンバッコン。このキュートなヒップにズッコンバッコンはかなりひどいラジオネームですよ。これ世代的に言うと今来た加藤ぐらいの世代のねギャグですからね。あの頃はね、観覧のお客さんがこのズコンバコンっていうのみんな思いっきり言うみたいな番組が多かったです。続きましてこちら行きましょう。体の弱くて入院してる私のために世界のホームラン王が見舞いに来てくれました。彼は私がホームランを打つから君は勇気を出して手術を受けろと約束しました。彼は約束通りホームランを打ち、私も手術を受けました。今ではそのおかげで普通の生活を送ってます。ラジオネーム王になったら世界中の女とやりまくる。こう振りの文章な、ある文章を書いてくるなこれ。しかもやっぱね急やったのかみんなねちょっと文章つたないんですよね。もう急遽俺がテニオハ読み替えて読んでるみたいな、テニオハもバラバラみたいなやつが多いんですよこれ。続いていきましょう。私には娘がいます。と言っても義理の娘です。はじめは私には話しかけるだけでも嫌な顔していたんですが、あるきっかけで親子と呼べるようになりました。娘は生まれた時から父親というものがいなく母子家庭で育ったので、授業参観日に母が来てくれることはありませんでした。妻が娘の部屋を掃除していたらゴミ箱に授業参観日のお知らせの紙が捨ててあったそうです。どうせ来てくれないと思ったんでしょう。彼女は私たちに教えませんでした。私は妻と相談して一緒に行こうということになり、当日夫婦で娘の晴れ姿を見ました。娘は来るはずのない親の存在にびっくりしていましたが、積極的に手を挙げたりして本当に嬉しそうでした。その日から私のことをお父さんと呼んでくれるようになりました。ラジオネーム少年少女の放尿をすべて飲み尽くす。二人とも行っちゃうのね、すべてやから。さあ最後です、行きましょう。
中学まで同じ学校に通ってた親友へ。元気にしてるか。お前は俺が何か失敗したり落ち込んだりしているといつも叱ってくれたな。あの時の俺はお前に対して、なんだこいつ、優しい言葉の一つくらいかけてくれてもいいじゃねえかとばかり考えてたんだ。でもそれはお前なりの優しさだったんだな。数年前、兄貴がお前立った時、お前は真っ先に俺のことを聞いたらしいな。俺その話を聞いた瞬間、本当に嬉しくて泣いてしまったんだ。もしお前がその時の俺を見たら、それぐらいで泣くなと叱るんだろうな。本当にありがとう。また今度会う機会があったら一緒に酒でも飲もう。その時俺の感謝の気持ち全部伝えるからさ。ラジオネーム肉棒仙人。ちょっとこのコーナー企画倒れかな。マークレギュない。ローリンが断言してくれる、アイドルを代表して。はい、ないです。アイドル界に枕営業は存在しませんと。存在しません。じゃあオリリン、俺と枕営業してくれる？オッケーです。水槽パクリ、もうパクリとかないですもんね。リスペクトカバー、リスペクトカバー、リスペクトバック。え、何？リスペクト。あ、ゴリムチバカ。先生は。水槽。これね、RG 毎回僕笑ってるじゃないですか。まあこういうことね、ちょっと僕も酒に酔ってたんで、ちょっとワードを忘れてしまったんですけど、これ飲んだ時もあったんですよ。RG が全然言えないというシーンが。で、同じように僕大笑いして何回もちょっと、で、なんてって聞いて、もうまたどんどん言えなくなってくるっていうね、やつだって大爆笑してたんですけど、やっぱ女の子笑ってなかったですね。あんまり、全然笑ってなかったです。これもしかしてダメなんですかね。僕の中ではもう、ここ数年で一番笑った出来事かもしれないぐらいのリスペクトバック事件やったんですけど。リスペクトバックって言ってますから。さあ、続いてのコーナー行きましょうか。続いてのコーナーはこちら、小学生現る。というわけで、あまりにもしょうもない投稿が来てたんで、もしかして小学生がね、リスナーで現れてるんじゃないかという疑いから始まったこのコーナーですが、うまく一周してるんでしょうか。それとも4分の3周くらいで力尽きてるんでしょうか。読んでいきましょう。ラジオネーム、あなたの肉野菜。僕ドラ焼きもん。4分の1周ぐらいでしたかね、これは。ラジオネーム、岸辺治郎。うんこうんこうんこめっちゃ出た。惜しい、届かず。一周にギリギリちょっと届かずでしたね。ラジオネーム、東三条よしえ改め二代目カウパー飲み放題かっこ名前をバラすのはやめてください。燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれチンゲラジオネーム、ブルーゲーニッツ。燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれセックス。ラジオネーム、スパーム大放出。立ち上がれ立ち上がれ立ち上がれチンチン。これ今日本中で流れてるラジオの中で一番おもんないコーナーでしょうね、これ。小学生現る。一番面白くないコーナー何って言ってアンケート取ったら多分これでしょうね。小学生現るでしょうね。まあでもね、
不思議とちょっと不思議な良さがあるコーナーです。小学生現る、またねちょっとしばらく続けたいと思います。さあ続きましてのコーナー行きましょうか。続きましてのコーナーはこちら、入江の何やってんすか。最近ちょっと妙なコーナー増えましたね。新コーナーがちょっと増えすぎて大変。コーナーだけでこれ何個あるの ?20 個あります。その中でも新しめのコーナー、入江の何やってんすか。行きましょう。ラジオネーム、味噌塗りランドセル。金田一少年を演じていた空手家入江が、事件解決に向けてのお決まりのセリフを自分流にアレンジを加えていってました。じっちゃんの何かけてんすか。どういう意味やねんこれ。革命ネームオレンジ。携帯電話を湖に落とし、女神様が現れると入江さんが、待ってたんですよ、今日空いてます、豪華あるので来てくださいよ、いや番号だけでもいいんと言うと、女神様は怒った顔をして沈みました。入江さんが、ノリ悪いですよ、ほんと何やってんすかと、かなり残念そうでした。金の携帯も銀の携帯も差し出す前に。ラジオでもレモネードガール。空手家入江さんが徳田根の本番前に鍵をかけてメイクしている小倉智昭さんの楽屋のドアを、ちょっと小倉さん中で何やってんすかと言いながらノックしていました。確信犯やん、中で何やってんすか。確信犯でしょこれ。定吉作家志望。空手家入江が、ちょっと何やってんすか、こんな街中で喧嘩したら危ないっすよね、チャイナのお姉さん聞いてますと言って、スピニングバードキックをかわしながらチュンリーからアドレスを聞いていました。すごいねこれ。チュンリーがまさかここまでやられるとは。ラジオネーム味噌塗りランドセル。ホラー映画を見に行った空手家入江が、ほら後ろ後ろだって、ジェイソンだよジェイソン、なんで気づかないの、危ない危ない、まだ映画始まって10分だからって油断しちゃったの、脇役何やってんすかと、お約束の展開にもかかわらず映画館で吠えていました。いいお客っちゃいいお客なんですけどね。ラジオネームジャーゲジョージ。空手家入江がテンガエッグを大量に買い込むバンドヘジに向かって、何買ってんすかバンドさんと言ってました。これほんま買ってたらめちゃめちゃおもろいね。僕は卵好きやからね。テンガエッグ買ってたらめちゃめちゃおもろいよ。僕は1日4個いけるからね。ラジオネーム定吉作家志望。ちょっとケンコバさん何やってんすか、ケンコバさんが何もしないから撮影現場で会った6歳の子から電話番号聞いてきましたよ。確かにまあ、こういうことはね入江しないでしょうけど、女性を一番こう分け隔てなく接してるのは入江でしょうからね。そういう意味では成人なのかもしれないですよ本当に。神奈川県織広。レッドカーペットに一世尾形さんが登場。ネタの導入部で1分間が過ぎ、動き出したカーペットに逆らって走りながらなんとかネタを続けようとする尾形さんに、入江さんが、何やってんすか尾形さんと言ってました。さあ、これ最後です。行きましょう。ラジオネームオレンジ。カイジで。わざと地下室へ連れて行かれ、じゃんけんで相手の出すものを合図で送っていて、これで俺も帰れると思ったら助ける気がなく、2回ビールを飲んでいた矢部に、矢部何やってんすか、正気か、殺すぞと泣きながら言ってました。入江もね、入江もまあ言うたら元祖ですもんね、相方がさっき売れちゃったというので考えれば一番ここ数年ではね、HG より先にその傾向があった男ですから、その辺もね、やっぱこう、RG との共通点なんですかね。どうしてもやっぱ、
そういう男が気になるという俺のダメな性分。お笑い界の海が気になって仕方ないというね。俺のダメな性分もね、そろそろ直していかないとダメかもしれないですけど。さあ、というわけで、続きましてコーナー行きましょう。続きましてコーナーこちら。松たか子目撃情報。あの松本幸四郎さんの娘であり、日本を代表する実力派女優であり、明日春が来たらでおなじみのシンガーであり、あのパン祭りの女王である松たか子さんの目撃情報をお待ちしております。有力な情報にはそれなりの報酬をお支払いいたします。やっとこさ、やっとこさ、コーナー説明のあるコーナーが来ましたね。さあ行きましょうか。ラジオネーム激じ。この前巨人が優勝した時のビールかけで松本幸四郎さんを見ました。幸四郎さんはバンテリンを振って選手たちにかけたり、選手たちの肩と腰に塗ったりしていました。バンテリンかけなんかやったらえらいことになりますからね。多分床とか触ったら手痛なるぐらいのヒリヒリ感でしょ。なんかね、テレ東あたりの可愛いアナウンサーがバンテリンをね、目に塗られて、痛い痛い痛いってやってるのはね、見てみたい気がしますけど。ラジオネーム、早く妖怪になりたいひき肉。松本幸四郎さん見ました。ドラクエのすれ違い通信をしていたら幸四郎さんとすれ違いました。職業、ラマンチャ。称号、肩と腰直す男。コメント、ご飯にする？お風呂にする？それともバンテリンと書いてありました。ほんまにね、職業と称号を自分で書けるようにしたらね、さらに面白かったと思うんですけどね。あれなんかね、呼び込み大魔王とか書いてても別に心にね、あまり引っかからないというかね、あれ職業欄。ラッキーガールとか書かれててもね。革命ネーム、オレンジ。帰宅してポストを見ると、松たか子主催パン祭りの招待状が届きました。招待状には、絶対来てね、後悔はさせないぞ、と直筆で書いてあり、その日は暇だから行こうと思い参加に丸をつけました。そしてパーティーが始まると料理はパンだけでした。それ以上に参加人数が多く、いるだけで疲れてたので、ちょっと座ることに。座っている私の横に主催者の松たか子さんが現れて、私を見て、あなたに決めたと言ってきました。は？と言うと、松たか子さんが優しい声で、今から挨拶があるんだけど、あなた一緒にいてくださいな、そしてメインディッシュに付き合ってと言われ、しぶしぶ参加することに。松たか子さんの挨拶が始まり、最後に、では最後に我が神であられるパン様に生贄を捧げますと言って、私は縛られました。そして松様、尊い犠牲が出ましたが、これでまた来年もパーティーができます。あなたは選ばれしいものなのよ、と言って立ち去りました。その後何が起こったか思い出せません。気がつくと病院のベッドで寝ていました。あれは夢だったのか。いいえ、お前のネタです。第2話、見知らぬ天井というの続いて面白いですけどね。ここは？ラジオネーム、レモネードガール。エジプトのカイロで、松本幸四郎さんがバンテリーの自分になりながら、馴染むぞ、最高に入ったやつだ、はっはっはと叫んでました。頭ボリボリかきながら、かきむしってね、頭皮えぐってるぐらいかきむしりながら、恐ろしいですね。神奈川県織広。松本幸四郎さんが、しっかりしろと言って気絶した人にバンテリンの匂いを嗅がせていました。これマジで聞きそうやけどね。革命ネーム、オレンジ。松本幸四郎さんを目撃しました。彼はバンテリンの CM を止めるときに、バンテリンの CM をやめるときに、歌舞伎のステージにバンテリンを置いて去っていきました。あれが男の覚悟と、私が感じた瞬間でした。
すでにどう考えても松本幸四郎さんのコーナーなんですけどね。さあ行きましょう、神奈川県織広。松本幸四郎さんが食事の後満面の笑みでお口くちゅくちゅバンテリンと歌いながらバンテリンを口に含んでブクブクしていました。さすがにこれは味覚障害を引き起こすんじゃないですか。さすがに使い方が間違いすぎてますから。まあというわけで幸四郎さんの身を案じて皆さん CM をお聞きください。ちょっともう何やってんすかっていうか、お前ら何やってんだよ、ミカルサル軍団。あとシルクド・ソレイユ、剣道小林のてめおこ、何やってんすか、ケンコバさん。その生き物とは、それはてめおこメイツである。剣道小林のてめおこで早く人間になりたい。さあというわけで、すいません、今作家のね、サイコパスと普通にバイクの話してました。こんなのね、80年代以降いないですよ。男二人でバイクの話するなんて。70年代後半から80年代前半以降ね、日本で見られない光景ですよ。七班ライダーのワンシーンみたいな感じです。喫茶コーヒー飲みながらバイクの話する、駆動系の調子がちょっとどうもみたいな。一度ショップに見てもらわないとみたいな話してます。七班ライダーのね、後期の話みたいです。前半は結構不良の話やったんですけどね、七班ライダー。バイクで不良に突っ込んでいくみたいな話やったんですけど、後半サテンでバイクの話するだけになってましたからね。さあ、松たか子目撃情報がね、まだちょっと届いておりますんで、ちょっと読んでみましょう。こちら、岸屋立市。佐田吉作家志望。松たか子さん目撃しました。今から数を数えて3のつく数字と3の倍数の時だけバンテリを塗りますというネタをやっていたラマンチャは、一回一回屈伸をしながら数字を数え、3が来たらバンテリを塗るというネタを見ていたら、だいたい150を超えたあたりから笑いが止まらなくなりました。松たか子さん目撃してないやん。幸四郎さんやし、ラマンチャって言ってるやん、もう。世界のラマンチャという名義でピンでやってたらおもろいですけどね。こちら、ラジオネーム、オレンジ。アッサラームの街で松たか子さんを目撃しました。彼女は私に、あら、あなたいい男ね。パフパフしていかない？と声をかけられましたので、あの松たか子さんと、あんなことや、こんなことまでと思い、暗い部屋に入ると松たか子さんが、じゃあパフパフと言って、何やら、肩と腰だけ攻めてきます。私は絶頂を迎えると電気がつき、そこには松本幸四郎さんがバンテリンを持っているだけでした。私は騙されたのでしょうか。いい加減ドラクエも暗なってパフパフするノリやめてもええと思うんですけどね。今回はなんと、牧場の少女でしたから、が羊で攻めてくるみたいなね。あそこだけ唯一主人公の感想が出る。あれ、なんだこの感触はみたいな。他はね、こう主人公にこう感情移入させるために思いやね、セリフを絶対言わさないというドラクエのルールをパフパフだけ破ってますからね。さあ、これ最後です。行きましょう。神奈川県織広。松本幸四郎さんは、ナンパに成功するたび、アフリカにバンテリンを寄付しているそうです。入江と意外な共通点がね。ちゅうか、ナンパせえへんちゅうね。絶対にせえへんから。松本幸四郎さんナンパ。絶対にせえへん。そこだけはね、松本幸四郎さんの名誉にかけて僕は守りたいと思います。さあ、というわけで、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら。前田中明がぶった切る。日本最後の侍、芸能リポーター前田中明。ドラクエ9のすれ違い通信の説明を聞いて、メールできないの？そんなのつまんないつまんないと一刀両断。何者をも恐れない剣豪ぶりを発揮し、
あの年代の人たち特有の発想で、今夜も現代日本を切りまくる。さあ、というわけで、中明さん、相変わらず切ってくれているんでしょうか。読んでいきましょう。こちら、ラジオネーム、みそぬりランドセル。おい、オーケストラの前の方で変なリズムで棒振ってるやつ。あいつ何も演奏してねえじゃねえか。いらねえよ。つまんない、つまんない。変なリズムで棒振ってるやつっていう呼び方ですか、指揮者を。ラジオネーム、レモネードガール。前田中明さんが最近の学園祭についてぶった切っていました。なんだよ。ゲストに呼ばれるの若手のお笑い芸人ばっかりじゃん。学園祭のゲストって言ったら仙道明夫に決まってんだろうが。つまんない、つまんない。仙道明夫さんがそう呼ばれた時期もありましたね。杉本彩さんの次ぐらいに。今度そういやね、和歌山の方にね、学園祭行ってきた時に、こう、結構ね、遠い、駅からも遠い場所だったんでね、駅からこう、軽バスみたいな、なんて言ったらいいんですかね、そういうのに乗って移動したんですけど、帰りもちろんそこに乗り込むわけですよ。で、そこに乗り込もうとしてね、学生の波をかき分けてる時にね、こう手を伸ばしてね、握手を求めてきてくれる結構可愛い女の子がいて、で、まあその握手に応えたらね、クソクソッとこう、手のひらにね、紙をね、入れ込んできたんですよ。わ、これ俺若手ん時に何回か、こういうことあったぞっていうね、電話番号みたいな書いてるみたいな。こんな40前のおじさんにこんなことしてきて、しかも可愛い女子大生が、これは、キャンパスナイト富士というね、女子大生相手の番組やってる俺が今女子大生抱いたら一番興奮するんじゃないかみたいなね、感じでこう、こそっとですね、その紙見たらですね、開いてみたら、僕ね、カニ座なんですよ。カニ座の運勢書いてくれてました。何やってんのあの子。今月のあなたは、みたいな。今月のあなたは考えが先走りすぎて、周りのものがついてきません、みたいな。注意してくださいみたいな。よかったです。あれもしね、万が一電話番号だけ書いててね、僕が調子こいて電話したらかなりちょっと多分サイコガールやったでしょうか。逆に助かったなみたいな、感じがしましたけど、ラジオネームツリーサマーブック7010。流行語にオードリーのトゥースがノミネートされたのに、おー、ポカホンタース入ってないじゃない。つまんない、つまんない。いや、これ入ったらなんか、巨大な力動いてるでしょ。おー、ポカホンタースがノミネートされてたら。まあ確かに、キングオブコントでね、ダウンタウン松本さんがやった時、木村さんちょっと、チンチン濡れたって言ってましたからね。興奮で。ラジオネーム、チンゲ対ケツゲ。荒引き団に出演した前中が無双っぷりを発揮していました。まず東野と藤井、なんだよその格好、面白いと思ってんの？だいたいライトとレフトってなんだよ、つまんないつまんないと出会い頭の一振り。風船太郎、わざと風船破裂させてるだろ、見え見え。マリリンジョイ、段ボール壊してるだけじゃねえか、資源の無駄遣い。ザコ師匠、最近出てねえな、知らん。若い、村田に戻してくれ、ガチで。と、増票たちを吹き飛ばす。最後に、荒引き団員募集してる女いるだろう。もっと可愛いやつ用意しろ、と、とどめを刺して帰っていきました。中明さん、相変わらずの大暴れですね。未だかつて誰も触れてないとこ行きましたね。まあまり深くは語らず、曲の方行きましょうか。世田谷区にお住まいの緑川ラオさんからのリクエスト。昨日、11月25日に発売になったニューアルバム、Time for Magic より3年ぶりに全国ツアー決定したそうです。松たか子さん、君となら。剣道小林のてめおこ。というわけで早いものでお別れの時間がやってきました。さて今回のトップ賞を決めましょうか。トップ賞にはてめおこオリジナルステッカーを贈っていたします。今回のトップ賞は松たか子さん目撃情報で、エジプトのカイロで幸四郎さんが馴染む馴染むぞと叫んでいたのを報告してくれたラジオネームレモネードガールに決定しました。レモネードガールにはですね、
リスナーが考えたてめおこオリジナルステッカーをお届けします。さて、すべてのコーナー宛先はこちらにお願いします。てめおこメールアドレス temeoko@tbs.co.jp、 てめおこ @tbs.co.jp まで。そして、ケンドーコバシのてめおこはポッドキャストもやっております。パソコンお持ちの方はぜひチェックしてください。ダウンロードするにはポッドキャスト954か iTunes ミュージックストアにアクセス、ポッドキャスト954か iTunes ミュージックストアにアクセスしてください。それでは来週もケンドーコバシのてめえは俺を怒らせたでお会いしましょう。この後は宮崎駿の深夜の赤坂のメタルの谷のラジオでお楽しみください。さよなら。